6日に行われたアジア大会女子サッカー決勝戦。日本女子代表の CB を務めた小賀東子、ジャファアカデミー福島のパフォーマンスに目を奪われたのは私だけではなかったはずだ。1 7 3センチメートルの長身に加えてスピードも備え、相手の鋭い突破を止め切ってしまうプレーぶりから、男子の日本代表 CB、冨安健洋、アーセナル、 思い浮かべたのも、どうやら私だけではなかったらしい。X、w ツイッターのタイムラインには、冨安みたい、といったコメントが多々流れてきていた。当の本人にそのことを聞いてみると、少しはにかみながら、こう語ってくれた。冨安さんは自分も目指している選手なので、そう言ってもらえてるなら嬉しい。決勝に詰めかけた大観衆が作り出す雰囲気は独特のものがあり、 決勝戦という緊張感も当然ある今回の日本女子代表で最年少となる17歳の古賀にとっては心理面でも試される舞台には違いなかった。ただ古賀は中国との準決勝も完全アウェーみたいな中でやっていたのでそういう面も慣れたところはあったんだと思いますと笑って振り返る。すでに免疫。 をつけていいたととうことなのか試合中もまるで動じた様子を見せることはなかった今年の女子ワールドカップにはその資質を買われてトレーニングパートナーとして帯同なでしこジャパンの練習相手として奮闘する一方で自分も国際舞台で戦いたいという思いも募らせる機会ともなったそこなでしこジャパンに入れるようになりたいと思って今大会もやってきた という思いは、ピッチ上のパフォーマンスにも現れていた。